片親で低学歴ニートはいらないのよ。出て行け。喘息の私の近くでタバコを吸っていた義母は急に私の顔に押し付けてきた。キャッ、暑い、やめてください。あまりにも急な義母の行為に私は大声を上げた。いくらなんでもタバコを押し付けてくるなんてやりすぎだ。ちょっとした火傷で済んだが傷跡はずっと残るだろう。無能はいらないのよ。生活費も入れないんだからあんたに存在価値はないの。そんなくだらない理由でタバコを押し付けたのか。それに生活費を払ってないニートは夫の方なのに。次第に私の中で抑えきれないほどの怒りが湧いてきた。私がいなくなったら誰が生活費を払うと思っているのだろう。ただ義母がそこまで言うんだったら出て行ってやる。わかりました、なら出て行きます。私はそう言って義実家を後にした。しかし私はこれから義母と夫が苦しむことを知っている。おそらく私がいなくなってすぐに夫の隠している秘密を知ることになる。私は証券会社に勤める夫と結婚し、現在は二人で幸せな生活を送っている。夫とは高校からの同級生で、大学は違うが、お互いに経済学部を専攻していた。夫は日本でもトップ5に入るような有名大学。私は中堅の私立大学だったが、その中でも成績はかなり良く、大学入学後もお互いに連絡を取り合い、切磋琢磨していく中で、次第に惹かれ合い、私たちは付き合うことになった。社会人になってから、夫は証券会社に就職。私はベンチャー企業に就職したけど、お互いがお互いの目標に向かって頑張っていた。仕事が始まってからは、あまり会う機会がなく、そのまま3年の月日が経ったが、お互いに仕事が落ち着いてきたのを目安に、夫からプロポーズされて結婚することになった。お前のことは、俺が絶対に幸せにしてやるから。大好きな人とこれからも一緒に生活することができる。私にとってはこれ以上ない幸せだった。はい、よろしくお願いします。もちろん私は二つ返事で了承し、夫と結婚することになった。お互いに仕事をしていたから金銭的な余裕はあったし、幸せな日々を送っていたのだが、結婚してすぐに夫から思いもよらない提案をされた。あのさ、ちょっと相談なんだけど、仕事を辞めて俺の実家で生活しないか？母さんと一緒に住んでほしいんだよ。え？でも、私たちもまだまだ新婚だから二人がいいんだけど。でもさ、母さんのことを一人にするわけにもいかないし、何より心配なんだよね。夫の両親は幼い頃に離婚しており、父親が浮気をして逃げる形で出て行ってしまったので、養育費をもらうなどのサポートも受けてこなかった。幼い頃から金銭的に苦労し、女手一つで育ててくれたからこそ、大人になった今、自分の母親に対して恩返しをしたいのだろう。それに、夫にお金をかけてきた分、義母はほとんど貯金をしていないそう。だから、一人で生活する義母のことが心配なんだと思う。一応、結婚の挨拶の時に会っているから、面識はあったし、そこまで悪い人じゃなさそうだから、私も受け入れることにした。夫はすぐに義母へこの話をしたらしく、義母は本当に嬉しがっていたそう。私もその話を聞いて、心の中で抱いていた不安が少し和らいだ。そして引っ越し当日、義母は夫のことを笑顔で迎え入れたのだが、私の顔を見るなり、少し目を細めて睨みつけてきた。あら、あなたも来てたの？息子だけでよかったんだけど。一瞬私の間違いか、と思ったが、そうではなかった。義母は間違いなく私に対して、いらない、と言い放ったのだ。この時点で、これから義母と一緒に生活することに対する不安が頭の中によぎったが、そんな不安とは裏腹に、その日は何事もなく一日が終わった。義母は特に機嫌を悪くしている様子はなかったし、まあ子供じゃないから変な問題は起きないだろう、と思いながら眠りについた。そして
次の日の朝。ちょっとあんた、いつまで寝てるのよ。早く起きなさい。え？義母の怒鳴り声で目を覚ましたが、あたりはまだ真っ暗。冬ということもあったが、時刻を見ても朝の5時前。なんでこんな朝早くから起こされなきゃいけないんだ。と、寝起きの悪い私は少しイラッとしてしまった。どうかされましたか？とぼけてんじゃないわよ。仕事がないからっていつまで寝てるつもりなの。さっさと起きて家事をやりなさいよ。まさか家事をやらすためにこんな朝早くに私を起こしたのか。そう思うと義母に対して腹立たしさを感じたが、ものすごい剣幕で怒鳴りつけてくる義母に私は逆らうことができず、身支度をしてリビングに降りた。さっさと朝ごはんを作りなさい。人にお願いする時の態度がそれなのか。もはやこれは頼み事ではなく、ただの命令。私のことを奴隷か何かだと思っているのか。ただ初めて見る義母の態度に、私も少し萎縮してしまっていたこともあり、黙って朝食を作り始めた。簡単な味噌汁と焼き魚を作っていると、ダイニングテーブルに座っている義母はどんくさい。さっさとしろ、などと文句を言ってくるばかり。イライラのフラストレーションが溜まりながらも、私は義母に朝ごはんを渡した。うわ、何これ、しょっぱいわね。こんな塩分取らせて、私を殺す気なの？そんなわけないだろう。味見をしたからしょっぱくないのはわかっていたし、普段から夫の体調を気遣って塩分は少なめにしている。義母が嘘をついていることはすぐにわかったが、それと同時にこの人は一体何の目的で私にここまで強く当たってくるのだろう、と疑問に感じた。ただ、義母にそんなこと聞いても無駄だろう。私は少し様子を見ることにした。そのまま1ヶ月の時が経ったが、義母の態度はエスカレートしていくばかり。そこで私は夫に相談してみることにした。あのさ、お母さんから毎日嫌がらせを受けていて。私が深刻な顔をして相談しているのに、夫は無反応。私のことなんてどうでもいいのか？と思ってしまい、馬鹿にされているようで腹が立ったが、夫は数秒黙った後、口を開いた。実は、会社をクビになったんだよね。クビになったっていうか、俺が大きな失敗をして、それから窓際族になって、完全に会社に居場所がなくて、それで耐えられなくなって辞めたんだ。まさかの夫の告白に、私は言葉を失ってしまった。幸いなことにこの義実家のローン、そして生活費を支払える余裕は、私にあったから問題はなかったものの、夫がここまで思い詰めているなんて思ってもいなかった。夫の告白を聞き、私は義母のことなんて忘れてしまい、夫の心に寄り添うことに努めた。しかし夫は、それから仕事を探そうとせずに、家でゴロゴロするだけ。それに加えて、義母からの嫌がらせは日に日にエスカレートしていった。その日は夫が朝から出かけてしまい、義実家には私と義母の二人だけ。ちゃんと掃除しなさいよ。あんたはのろまでどんくさいんだから。夫のこともありイライラしていた私は思わず義母を無視してしまった。私に指図するんだったら自分も掃除をしろ。そう心の中で思っていると、義母がおもむろに近づいてきた。暑い！頬に灼熱の暑さを感じたと思ったら、なんと横にはタバコを持った義母が立っていたのだ。ちょっと、何するんですか？突然のことでびっくりしてしまい、私は大声を上げた。嫁のくせに私のことを無視するとか生意気なのよ。学歴も低くて片親だから常識もないのかしらね。確かに私の両親も離婚していて、夫と同じように母子家庭で育ってきた。それに夫に比べたら学歴も低いかもしれないが、そんなこと義母に言われる筋合いない。義母は普段から自分が義父のことを捨ててやった。当時は女が大学に行くような時代ではなかった。などと言っていたが、まるで自分のコンプレックスを気にしすぎて私を罵倒しているように聞こえた。だからといって急にタバコを押し付けてくるなんておかしすぎる。もし私が顔を動かしていて目に当たってたらどうしていたんですか？頬でも傷跡は残るのに。私のことを無視する嫁がどこにいるのよ。
異常識なことをやってるのがいけないんでしょ？あんたにはいつもムカついていたのよ。大して働きもしないようなあんたなんか必要ないの。片手にタバコを持ちながら私にそう言い放つ義母には私も我慢の限界だった。わかりました。なら出て行きます。あら、話が早くて助かるわ。ならさっさと出て行ってね。私が本気で出て行くと言っているのに引き止める様子もない義母。お互いの願いが一致したんだ。一刻でも早くこの義実家からは出て行ってやる。私はすぐに自分の荷物をまとめて30分もしないうちに義実家を後にした。そのまま実家へ戻り、私は母にすべてを説明すると、母は黙って私のことを抱きしめてくれた。それからしばらくの間は実家で生活することになったが、いつになっても夫から連絡が来ることはなかった。すでに義実家を出てから一週間以上経っているのにもかかわらず、連絡すらしてこない夫には失望してしまった。しかし、そのさらに一週間後、実家のインターホンが鳴った。はい。え？いつまで帰ってこないつもりなの？許してやるから、さっさと帰ってきなさい。本当だよ。身勝手な行動ばかり取るなって。なんと二人は私に謝罪しに来たのかと思ったら、上から目線で連れて帰ろうとしに来たのだ。この人たちは私のことを何だと思っているんだろうか。ふざけるのもいい加減にしてほしかった。こんな人たちの顔なんて見たくなかったが、このまま口論になれば近所迷惑だし、何しろこの日の気温は約8度。ずっと外で話をするわけにもいかなかったから、とりあえず二人を実家に入れた。出て行けっておっしゃったのはそちらですよね。だから出て行ったのに意味がわからないんですけど。子供みたいなこと言ってるんじゃないわよ。こっちがわざわざあなたのところまで来て許してあげると言っているのに、何様なの？さっきから許してあげると言っているが、私は一体二人に何をした？義母に関しては出て行けと言った張本人だし、夫も私に一切連絡をよこさなかった。それなのにどうして私が二人の元に帰ると思えるのだろう。さっきから許すとおっしゃっていますが、私は何を許してもらえるんですか？私は何もしていませんよ。金もろくに稼いでこないくせに家にいさせてあげてるのよ。低学歴で家事もまともにできない。そんな人間を養ってあげてるんだから、ありがたく思うのが普通でしょ。は？金をろくに稼いでこないのは私ではなく、夫の方だ。そんなことも知らないのか。失業したって話だけど、もう再就職先は決まったの？え？いや、それは。は？失業？義母は夫が会社を辞めてしまったことを知らないようで、この場の空気は一瞬凍りついた。まあ、ずっと仕事を辞めたことを伝えていなかった夫も夫だが、それに気づかない義母もどうかしている。ただ、夫が無職状態のニートだとバレて、急におどおどし始めた。失業したって本当なの？そんなこと一切聞いてなかったけど。いや、それはだな。夫は姑にビビりながらも、仕事を辞めた経緯について話し始めた。その話を聞く義母の顔はどんどん引きつっていったが、夫はとにかく言い訳しようとして必死だった。まあ、確かに仕事は辞めたけどさ。別に収入がなくなるわけじゃないだろう。こいつはベンチャー企業に勤めてるし、月果を出してるから結構給料をもらってるんだよ。仕事を辞めたって本当だったのね。私が必死になって大学まで入れてあげたのに、何考えてるのよ。せっかく大手に入れたのに。でも結果的には全然大丈夫だからさ。だから俺もこうやってこいつが帰ってくるように説得しに来たんじゃないか。ふざけるのもいい加減にしろ。私のことを何だと思っているのか。自分にとって都合のいい ATM だとでも。この夫の発言には本当に吐き気がしたし、許せるものではなかった。夫が悩んだ末に仕事を辞めたと聞いたときは、自分のことなど二の次にして夫のことを一番に考えていた。その結果がこれだとは、心の底から怒りが湧いてきた。働き口もまともに探さないし、本当にこの男はクズなんだな。どうせ働きたくないからこうやって来たんでしょ？私の給料を当てにしてるのは分かってるわよ。違うよ。別にそういうわけじゃなくて、
母さんも心配してるから、とりあえずはお前の給料でも生活できるよって。なら、今までなんで連絡すらしてこなかったの？それは。夫は私の問いに全く答えることができていなかった。私のことなんてどうでもいいのだろう。ただ、生活費を入れてくれる人がいないから困っているだけ。それだけなんだ。まあ、とりあえず帰ってきなさいよ。私たちにはまだあなたのことを受け入れる気持ちがあるんだし。は？なんで私がまた自ら地獄に戻らないといけないんですか？ふざけないでください。義母も夫が無職だと知って驚いていたが、このまま私を連れて帰らないと自分の生活もやばいと分かったのだろう。今までの威圧的な態度はどこに行ったのか。義母も夫と同じようにおどおどしながら話し始めた。そんなこと言わないでよ。私たち家族でしょ？は？家族？あなたは家族の顔にタバコを押し付けるんですか？え、タバコ？タバコの件について何も知らない夫は不思議そうな顔をしていたが、私の頬についている火傷の跡を見て何も気づかないのか。そうよ。お母さんにつけられたのよ。これを見ればわかるでしょ。私が帰りたくない理由が。ちょっと待ってよ。そんなに怒らなくてもいいじゃない。あれは、ちょっとした事故というか、ちょっと驚かせようと思っただけで。驚かせようと思っただけなら、あんな風に押し付けてくるのはおかしいじゃないですか。ぐりぐりと押し付けてきたからこそ、こんな火傷の跡が残ってるんですよ。私がそう言うと、義母はうつむきながら黙り込んでしまった。このままだと、私の怒りもヒートアップしそうだったし、どれだけ二人から謝罪されたところで、義実家に戻るつもりは一切ない。今日のところは帰ってもらって、離婚届等の手続きは郵送で行おう。そう思った。とりあえず今日は帰ってください。ちょっと待ってよ。あなたなしじゃ生活できないのよ。頼むよ。俺たちのことを助けると思ってさ。一人身の母親が心配だからって、私は騙されて義実家に連れて来られたの。その結果がこれじゃない。もうあなたのことなんて信じられるわけないでしょ。お母さんに関しては傷害事件を起こされて、犯罪者の言うことなんて信用できません。私はきっぱりとそう言い放ち、二人は完全に黙り込んでしまった。そのまま二人のことを追い出して、私は玄関の鍵を閉めた。何度もインターホンを鳴らしながら、玄関の外で謝罪をしてくる二人は本当に迷惑だったから、夫にこれ以上は警察を呼ぶと連絡すると、二人はしぶしぶ帰っていった。その後私は、離婚届を役所からもらってきて、自分のところにサインをし、夫が住む義実家へ郵送した。するとすぐに夫から電話がかかってきた。おい、なんでよこれ、なんで離婚届なんか。当たり前のこと聞かないでくれない？あなたとは離婚するに決まってるじゃない。慰謝料だって払ってもらうし、お母さんのことは警察に通報するから覚悟しておいてね。は？ちょっと待ちなさいよ。警察に通報するってどういうこと？夫はスピーカーにして私に連絡をしてきたのか、義母のことを話した瞬間、義母は私に反応してきた。傷害事件ですから、警察に通報するのは国民の義務ですよ。そんなことしなくても、ちょっとタバコの先が当たっただけじゃない。それに傷害事件だなんて大げさよ。身内のことなんだから警察が介入するわけないし。法律を何も知らないようですが、傷害事件は申告罪ではありませんので、あなたは確実に警察に御用になりますよ。初犯なんで刑罰がどのようになるのかは知りませんけどね。義母に対してはっきりと警察に通報すると話すと、夫に対してどうしよう、やばいと言っているのがかすかに聞こえた。人は本当に身の危険を感じると怒鳴ることすらできなくなるんだな。二人が完全に青ざめてしまっているのは電話越しでも分かったが、すべて自業自得だ。離婚に関してもそうだし、これはあなたたちが私にやってきたことへの責任ですので。それと、これから家のローンや生活費、車のお金、誰が払っていくんですかね。そうだよ、頼む。俺の仕事が決まるまでは助けてくれ。今まで本当に申し訳なかった。心から謝るから。私にとっては、あなたはもう赤の他人だし、助ける義理はないから。自分のやったことを一生後悔しながら生きていけばいいんじゃない？
今あなたの身に起きていることは、自分が過去にやったことが返ってきてるだけだからね。私はそう言い放って、電話を切った。そして二人の連絡先を削除。電話番号も着信拒否にした。それからすぐに警察へ連絡し、夫と義母が私の実家に来た時に録音した会話や、私の頬の傷などを見せると、すぐに義母に対して警察から連絡が行ったそう。もちろん傷害事件として、義母は捕まることになり、人生の後半で犯罪者となってしまった。その噂はすぐに近所中に拡散され、周りからは白い目で見られる毎日。そんな状況だけでもストレスマックスなのに、元夫はなかなか仕事が決まらずに、家のローンも滞納、生活費もまともに払えないような生活を送っているらしい。噂によると、もうじき差し押さえがあってもおかしくないような状態らしく、消費者金融や知り合いなどからお金を借りまくっているらしいが、そろそろそんな生活も限界みたい。義母に関しては、周りの目が気になりすぎて、外に一歩も出なくなってしまったらしく、生きているのかもわからないそう。まあ犯罪者というレッテルがついたまま、これからも生きていかなければいけないんだ。さぞかし苦しい人生になると思う。元夫も、現在は借金に苦しみながら、これから長い人生を生きていかなければいけない。義母という足かせもついているし、しばらくは苦しみ続けると思う。ちなみに私は、実家で母と一緒に楽しく生活している。一度きりの人生、義母や元夫のような人間と過ごすよりも、心から大好きな人と一緒に過ごした方が、はるかに有意義な時間を過ごせるな。うわ、またこぼしてるじゃない。本当に汚い老害ね。食事も一人でできないのか。まるで人間じゃないみたいだな。認知症を発症してしまい、一人で生活できなくなった母を嘲笑う二人。来なくていいのに、義母は毎日のように遊びに来ては、母を罵倒する。こんなことして何が楽しいんだ。本当に、腹渡が煮えくり返るような思いだった。それから一年で母は、心臓病で亡くなってしまったが、その数日後、母さんが認知症みたいなんだ。お前が介護しろよ。無理です。離婚してください。私はそう言って離婚届を渡し、家を出て行った。するとその次の日、予想通り夫からの鬼電があった。頼む、助けてくれ。お前がいないと生活できないんだ。今更、私の大切さに気づいても遅い。夫には、さらなる地獄を味わってもらうために、私はとある事実を教えてやった。私は都内で生活する27歳で、今は専業主婦をやっている。結婚後は仕事を辞めて専業主婦になり、現在は結婚1年目。私は結婚しても仕事をそのまま継続したかったのだが、夫は外資系に勤めていたから結構稼いでいたし、何より家のことに専念してほしいという理由で専業主婦になった。まあ本意ではなかったものの、文句を言っても仕方がないから専業主婦として頑張っていた。金銭的にも余裕はあったし、夫との関係も良好。基本的には何の文句もない生活だったのだが、一つだけ悩みがあった。それは夫の母親、義母の存在だった。お邪魔します。え？何この部屋？全然掃除されてないじゃない。洗い物も溜まってるし、何やってるのかしら。今日は朝から少し忙しくて、留守にしていたんですよね。ついさっき帰ってきたばかりで、これから家事をやろうと思ってたんです。何の連絡もなしに遊びに来たと思ったら、文句ばかり。別に毎日サボっているわけじゃないし、人の家庭に口を出さないでほしい。それに、人の家に遊びに来るんだったら連絡くらいするのが筋ではないのか。と、少しイラッとした。そんな言い訳ばっかりしてないで、ちゃんと専業主婦として家事をやりなさい。それと、さっさとお菓子とお茶を出したら？はい。ああ、デパートで売ってるあの羊羹が食べたいわ。この前、遊びに来た時に出してくれたやつ。え、あの羊羹は買ってこないとないですけど。なら、さっさと買ってくればいいじゃない。急に来たと思ったら、自分勝手な発言ばかり。
私への嫁いびりが目的なのか、ただ単に自己中なのかわからないが、とにかくこの義母には悩まされていた。専業主婦をしているから、義母が遊びに来たらその相手をしなければいけない。義母の家も近いから気軽に遊びに来てしまう。毎回嫁いびりをされていればストレスも蓄積されるし、この義母の存在に私は頭を悩ませていた。そんな生活を送っていたある日、私のもとへ近所の人から連絡があった。あのさ、最近お母さんと連絡取ってる？この一週間、毎日2から3回は作りすぎたからってお裾分けに来てくれたり、夜中にどこかへ行ったりしてるし。こんなこと言いたくないけど、認知症なんじゃない？確かに母は父と離婚していたから独り身で、認知症になっても気づく人はいない。しかし、まさか自分の母親が認知症なんて、と近所の人の話を受け入れたくなかったが、私は急いで実家へ戻った。すると家の中はかなり散らかっており、そこに母の姿はなかった。近所を探すと、公園のベンチで座りながら一点を見つめているだけ。この時点で私は何も言葉が出てこなかったが、病院で検査した結果、認知症だと発覚。ショックで泣いてしまいそうになったが、なんとか心を落ち着かせて夫に話をした。お母さんが認知症みたいなの、もうかなり進行していて、一人じゃ生活できないって。だからこの家で一緒の生活したいなって。は？なんでそれで俺が一緒に住まないといけないんだ？認知症の人間と一緒に住むなんて絶対に嫌だぞ。まさか夫からこんなことを言われるとは思ってもいなかった。認知症で家族は私しかいないんだから仕方がないだろう。私が面倒を見る以外の選択肢はない。もし自分の母親がこうなった時に私が同じことを言ったらどう感じるのか。本当に夫の神経は理解できなかったけど、夫が何て言おうと私に選択肢はない。住んでいる家は大きかったし、夫の生活スペースと母の生活スペースは基本的に分けることで母を連れてくることになった。しかし、夫の母に対する態度はひどいものだった。おいおい、またトイレかよ。さっき言ったばかりなのに、下痢でもしてんのか。なんでそんなひどいこと言うのよ。認知症なんだから何言ってもわかんないだろ。別に良くないか。認知症だからって何を言ってもいいと思っているのか。ふざけるのもいい加減にしてほしい。ただこんな夫にいちいち反応していたら喧嘩になる。それに母の前で口喧嘩を始めたら母が心配する。私は何とか感情が爆発しないように努めた。しかし認知症の母のことを馬鹿にするのは夫だけではなかった。その日は義母がうちにやってきて、認知症の母を見るとすぐに笑い出した。認知症になったって本当なのね。ご飯もあなたがあげないと食べれないの？認知症になってしまったのは仕方がないことですよ。どうしてお母さんもそんなひどいこと言うんですか？こんなこと言いたくはありませんけど、お母さんだって認知症と全く縁がないわけではないですよね。はあ？私のことをこんなボケババアと一緒にしないでくれないかしら。私が認知症になんかなるわけないでしょ。自分だってそれなりの年齢だっていうのに、どうしてそんなこと言い切れるのか。それに、もし自分はこうならないとしても、人として母のことを馬鹿にするのはおかしい。母だって好きでこうなったわけではないのだ。それなのに、本当に夫と義母は親子して最低なんだなと実感した。そんな文句を言うんでしたら帰っていただけませんか？随分と生意気な口を聞くようになったのね。そんなこと言ってるとまたご飯をこぼすわよ。本当だ、またこぼしてる。汚いな。ご飯もまともに食べれないなんて人じゃないみたいだわ。こんな状態になってまで生きていて何が楽しいんだろうね。この二人はどこまで調子に乗ったら気が済むんだ。こんなことまで言われて私だって我慢の限界だ。うるさいですよ。母のことをこれ以上馬鹿にするのはやめてください。
まったく、誰に向かって口を聞いてるのよ。こんな人じゃない生き物なんて、施設にでも入れちゃえば？確かに、生活費だって増えてるんだし、そっちの方がいいだろ。あと少しで手が出てしまう。そこまで私の中で、二人に対する怒りは膨張していた。しかし、手を出したら私が悪くなってしまう。それに、母の介護をするために、私は仕事を辞めているから、夫の給料に頼った生活をしているのは事実。自分一人で母のことを介護して生活しているわけではないから、私も我慢するしかなかった。しかし、そんな生活も一年ほどで終わりを迎えてしまった。母が心臓病で急死してしまったのだ。もはや最後は私と普通に会話することもできないほど認知症が進んでいたから、悲しかったけど、どこにも発散できないモヤモヤが残った。母が亡くなったことに関しては、心が引き裂かれるような苦しみを覚えたけど、それから、葬式や遺産の相続などで、忙しい日々を送っており、バタバタしていると。おい、お前の母さんの認知症って、どんな症状が初期状態としてあった？何？なんでそんなこと知りたがるのよ。なんか、俺の母さんが認知症っぽくて、お前の母さんに似た感じの症状を発症してるんだよ。まだ検査したわけじゃないからわかんないけど。母が亡くなったばかりでバタバタしていたが、夫の告白には本当にびっくりした。あれだけ私の母を罵倒し、ひどいことを言っていた義母が、認知症になってしまったのか。そんなこと想像できなかったし、そうとは思えなかった。しかし、夫から話を聞くと、それは認知症の症状にそっくり。私の母が認知症になってしまってから、私なりにいろいろ調べたり、病院の先生と話をしていたから、それなりの知識はある。話を聞く限りでは、完全に認知症の初期状態が出ていた。しかし、私も忙しかったから、義母のことなんて構っていられない。病院に連れて行った方がいいとアドバイスをした一週間後。ただいま。え？お母さんも一緒なの？今日からこの家で一緒に住むことにしたから、病院に行ったら、やっぱり認知症って診断された。やはりとは思ったが、義母はあれだけ私の母のことを人じゃないと馬鹿にしていたのに、その自分が、その認知症になってしまったのだ。おそらくこの状態の義母に何を言っても理解はしないだろうけど、本当に無様だった。もちろん認知症の人を馬鹿にするつもりはない。しかし義母に対しては別。母のことをあれだけ馬鹿にされたんだから、私だって心の中で見下してやる。そうなんだ。でも、この家で生活するって本当なの？当たり前だろ。そうじゃないと誰が面倒を見るんだよ。ま、この家はあなたの名義だから勝手にすればいいと思うけど、私は一切手伝わないからね。は？あなたとは離婚させてもらうし、この家からも出ていくから。私がそう言った瞬間、夫の顔は一気に青ざめていた。まあ今まで私は専業主婦として母のことを介護していたから、義母の介護も私がやってくれると思ったのだろう。この一年間で、認知症に対する知識や経験も増えたから、義母のことを介護するのはさほど難しい話ではない。しかし、私がそんなこと引き受けるわけがないだろう。義母だけでなく、夫からもあれだけ認知症の母のことを馬鹿にされた。全く理解してもらえず、本当に屈辱的な思いをしてきたんだ。それなのに私が助けると思っているのか。もしそうだったら、ずうずうしいにも程がある。あれだけのことを言われたんだから、介護なんてするわけないでしょ。自分たちがやってきたこと、そして言ってきたこと、全部忘れたの。そういうわけじゃないけど、お前がいなかったら、どうやって介護していけばいいんだよ。それに、俺は文句は言ってたけど、お前の母さんのことを受け入れてやっただろ。受け入れてやった。本当にそんなことを思っているのか。もちろん最初の方は生活費を出してくれていたけど、2ヶ月目からは私の貯金から生活費を出せと言って、仕事もしていないのに生活費は折半にさせられた。もちろん専業主婦だから家事はすべて押し付けられたし、夫にとってはかなり都合が良かったはず。
それなのに、今度は私のことを都合よく介護士として使おうと思っているのか。それはさすがに自分勝手すぎる。あなたがしてくれたサポートなんてほとんどないじゃない。家賃だって半分は私が払っていたし、光熱費や食費だって半分は私が出していたのよ。それは、家事だって一切してくれなかったし、私のお母さんがこの家に来たことによってメリットを受けていたのはあなたよね。だけど、私がお母さんの介護をすることによってどんなメリットがあるの？介護士と同じような給料をくれるんだったら少しは考えるけど、やっぱりお金をもらっても嫌いな人のことなんて介護したくはないよね。私は夫に対してまくし立てるような口調でそう言ってやると、次第に言葉をなくしていった。反論できない夫の姿は本当に無様だったけど、私はそのまま荷物をまとめ始めた。母が亡くなってから離婚すること、そしてこの家から出ていくことはすでに決めていたし、再就職の件も新しい住居の件も夫にバレないように少しずつではあったが進めていた。ちょっと待てよ、本当に出ていくつもりなのか。お前がいなくなったらどうやって生活していけばいいんだよ。そんなの私の知ったことじゃないから。はい、これ離婚届ね。は、この家は私名義じゃないから、あなたがそのまま住み続ければいいだろうし、お母さんのことも、実子であるあなたに介護の責任があるから頑張ってね。私はそのまま記入した離婚届を渡し、荷物を持って家を出て行った。夫はあっけに取られていたが、そんな夫を無視して、とりあえずは友達の家に寝泊まりすることに。一週間後には新しい家に入居する予定だったから、それまでお世話になることにした。もちろん夫には行き先を伝えてないし、もともと住んでいた家からそれなりの距離がある。そのまま縁を切れたらいいな、と思っていたが、現実はそこまで甘くなかった。夫は一日中私に電話をかけてきた。もしもし、やっと出てくれた。頼む、お願いだから帰ってきてくれ。もう私はあなたと離婚するって言ってるんだから。しつこいんだけど。そんなこと言わないでくれ。離婚してからお前の大切さに気づいたんだ。だから帰ってきてくれないか。離婚してから私の大切さに気づいた。その大切さというのは、介護してくれる都合のいい人間という意味ではないのか。私に対する愛情ではなく、自分の母親のことを介護してくれる人が必要になった。だからここまで必死になって連絡をしてくる。私には夫がそう考えているとしか思えなかった。私の大切さに気づいたってどういうこと？俺一人じゃ家事もまともにできないし、この一週間昼間は母さんに留守番してもらおうと思ったんだけど、まともに留守番もできないんだよ。勝手に家を出ていくし、近所の人からもクレームが入ったんだ。食事も自炊はできないから必然的に外食になるし、家賃も生活費も今まではお前が払ってくれていたからよかったけど、俺一人の給料じゃとても。やっぱり私のことを必要と言ったのは、夫にとって都合のいい人がいなくなったから、というのが理由らしかった。生活費が足りない。私は夫の ATM なのか。義母が一人で留守番できない。私に付きっきりで介護しろと言いたいのか。まず自分は何もやってこなかったのに、私にだけお願いするのは間違っている。それに、自分たちがやったことを忘れないでほしい。一人で留守番もできないような人なんて、人間じゃないみたいね。どうせ、食事も一人でできずに、ボロボロこぼしながら汚く食べるんでしょ？考えただけで吐き気がしてくるわ。はあ？お前それ、俺の母さんのこと言ってるのか？あんまりふざけたことを言ってるんじゃないぞ！はあ？これは、認知症になった私のお母さんに、あなたとお母さんが言ったことでしょ？自分たちが言ったことなんだから、文句は言わないでほしいんだけど。そうだ、忘れているんだったらしっかりと思い出させてやる。お前たち二人は、認知症になった母に対して、本当に最低なことを言ったんだ。その時は母もいたから喧嘩にならないように必死に我慢したけど、もうそんな我慢をする必要なんてない。人じゃないんだから、施設にでも入れればいいんじゃない？最後の最後まで息子に迷惑をかけるような親、捨てちゃえばいいじゃん。お前、ふざけるのもいい加減にしろ！母さんのことを馬鹿にするな！
嫌だって言ったら？私はあなたの母親のことをずっと馬鹿にし続けるし、罵倒し続けるけど、そんな人にまだ介護を頼みたいと思う？お前、最初は私に声を震わせながら助けを求めてきた夫だったが、もう私に助けを求めるのは無理だと分かったんだろう。その声に震えは全くなく、怒りがこもっていたが、それと同じような気持ちを私は一年間も味わったんだ。自分のやったことの罪深さ、そして愚かさをその身で感じればいい。私からはそれだけだから、さっさと離婚届を提出してよね。まあこれからどうやって生活していくのかは知らないけど、私には関係ないから。離婚届を提出してくれないんだったら、いつでも離婚裁判を起こすつもりだから、それは頭に入れておいてね。私はそう言って、夫からの電話を切った。離婚が成立するまでは連絡を絶つわけにはいかないから、着信拒否などにはしなかったが、それから夫が私に連絡してくることはなかった。弁護士が代わりに夫と話を進めてくれ、私は無事に離婚することができ、晴れて夫と縁を切ることができた。それから元夫は、どうにかして仕事を続けながら、義母の介護をしようとしたみたいだが、義母の認知症は日に日に悪化していき、四六時中、そばで様子を見ておかないといけないレベルにまでなってしまったそう。元夫は、そこまで多額の給料をもらっているわけではなく、今まで生活費は私と折半していた。だから、義母のことも自分一人で養うとなれば、かなり生活水準を落とさなければいけなく、それに加えて仕事も辞めなければいけない。現在は生活保護をもらいながら生活しているみたいだが、本当にストレスの毎日らしい。まともに話もできない義母のことを毎日介護しながら、自分のストレスを発散するお金もない。そんな生活がいつまで続くのかはわからないが、私の知ったことではない。私だって元夫から一切サポートを受けないで生活してきたんだ。だから私もサポートするつもりはないし、自分のやってきたことを後悔しながら生活すればいいと思っている。ちなみに私は一人暮らしを始め、仕事も復帰し、それなりに楽しい生活を送ることができている。当分再婚するつもりはないが、とりあえずはこれから自由に生きていこうと思っている。元夫や義母のように性格の悪い人間は周りにいないし、これからの人生は楽しもうと思っている。